普段は入ることのできないサッカー専用スタジアム、埼玉スタジアム2002のピッチで、夏休み中の子どもたちが天然芝について学びました。天然芝を整備するグラウンドキーパーは、寒さに強いケンタッキーブルーグラスや、グラウンドを激しく利用するスポーツなどに適しているペレニアルライグラスなど、スタジアムで使用されている芝について説明しました。このあと子どもたちはメインスタジアムで天然芝を触ったり、芝の模様や色の違いを確認したりしていました。ありがとうございます。そして専用のポットに砂を入れて、ピッチで使用されている3種類の芝の種をまきました。種まきしたポットは家に持ち帰り、子どもたちは成長を観察しながら育てるということです。芝の線とかが特徴であったことだと思います。なんかいつもプロの選手がプレーしている環境のすぐ近くに入れて、すごいいいなって思いました。芝にもなんかいろんな種類があって、知れてよかったなって思います。触れたりして楽しく、次またサイスタに来るときに、また見て楽しめたりしたいなって。